怪盗探偵山猫は、神永学の小説シリーズである。期間6巻。単行本は1作目が文芸者。2作目以降が、角川書店から刊行され、短編集である4作目は、単行本を経ずに文庫化されている。角川文庫版は、期間6巻。角川翼文庫版は、期間4巻。2018年10月時点で、 累計発行部数は90万部を突破している。2016年1月には、怪盗山猫のタイトルで、日本テレビ系にて、テレビドラマ化された。地元を賑わせている、謎の窃盗犯、山猫。彼はターゲットから速やかかつ鮮やかに金を盗み取り、さらにはターゲットが隠していた、表沙汰になっていない悪事の数々を暴いて殺走と、姿を消す様から、現代のネズミ構造。 義族と呼ばれ、賛否両論が上がっていた。そんな時ある、強盗殺人事件に、容疑者の一人として、山猫の名が上がった。殺人はしないが、モットーの山猫に一体何があったのか。ライターの勝村秀夫は単身山猫を追いかけていた。矢先、本人に見つかって、仕事に協力させられてしまう。単行本、怪盗探偵山猫シンクの虎で一旦は、 シリーズ完結がアナウンスされたが、文庫本、怪盗探偵山猫シンクの虎の後書きで、撤回された。山猫怪盗探偵山猫巨像のウロボロス、怪盗探偵山猫ネズミたちの縁、怪盗探偵山猫黒羊の番下、怪盗探偵山猫月下の三縁怪盗探偵山猫シンクの虎、怪盗山猫は、日本テレビ系の、 土曜ドラマは国て2016年1月16日から3月19日まで放送されたテレビドラマ。主演は亀梨和也。チーム山猫警察関係者その他ゲスト2021年1月21日から31日にかけてヒューリックホール東京にて上演。演出、脚本は私オムが担当した。回答山猫に関するカテゴリー。ありがとうございます。